仕事ができる人に共通するある行動特徴をご存知ですか？特に優先順位の高い3つについてお話していきます。これさえ意識すればあなたの生産性は劇的に変化するはずです。皆さんこんにちは、ブラックな社長西崎です。大阪の心斎橋で企業価値を高めるブランド戦略を提案する会社を経営しています。いつも高評価とコメントありがとうございます。今回はですね、すげえなと思う人の行動特徴について解説していきます。まずはこちらのツイートをご覧ください。様々な経営者に会う中でこの人すげえなと思う特徴を羅列したツイートです。仕事ができる人に共通するある行動特徴をご存知ですか？謙虚、物腰柔らかい、指摘鋭い、頭の回転早すぎる、穏やか、ビジョン明確、話が熱い、提案たくさん、厳しく優しい、本質の理解、基本は変態、レスが早い、余裕がある、大人、時間にしっかり、説明うまい。これですね、全部できたらスーパーマンなんですが、今日はその中でも特に優先順位の高い3つについてお話していきます。これさえ意識すればあなたの生産性は劇的に変化するはずです。まず結論からお伝えします。その行動特徴とは、レスが早い、提案がたくさん、ビジョンが明確、この3つです。なぜこの3つの優先順位が高いのか、早速詳しくお伝えしたいと思います。1、レスが早い。仕事ができる人はとにかくレスが早いです。もちろん時と場合によるんですけども、平均2時間以内に返信が来ます。仕事をしていて感じることなんですが、コミュニケーション速度が速い人と仕事をするのは安心感が違います。例えば何かトラブルがあった時や、スピードが価値を生むような決断をしない時になかなか連絡がつかないのは不安になりますよね。そんな人と仕事をしたいと思う人は、きっといないはずです。レスのスピードを高めるために必要なこと、それは優先順位の付け方です。全てのメールを即レス対応するのは逆に非効率になります。これはすぐに対応した方がいい、これは後から対応しても問題ない、その振り分けをすることで重要度の高い対応のスピード感を高めることができます。2、提案がたくさん。単なる御用聞きしかできない人を顧客は必要としていません。自分たちでは解決できないお困りごとに対して、具体的に何を実行すれば解決できるのか、ここを自ら伝えられるビジネスマンを求めています。具体的にというのがポイントです。抽象的な提案は解決イメージが湧かないため相手の気持ちが動きません。では具体的な提案をするために必要なこと、それは提案する癖をつけることです。これさえ覚えれば具体的な提案ができるというような簡易な解決策はないです。経験を重ねることで提案の引き出しが増えて、より具体的な提案ができるようになっていきます。そのためには常に提案する癖をつけること、何かお困りごとを見つけた場合、黙ってうなずくのではなくって、何々してみてはどうですかとか、何々では解決できませんかと常に提案する癖をつけましょう。3、ビジョンが明確。仕事ができる人は何のためにという目的意識と、その目的意識に沿った判断基準を持っています。先ほどお伝えしたレスが早い、提案ができると通じる部分なんですけども、なんとなく提案してる、そんな人はいないはずです。そこには確たる目的と基準があるはずです。その2つを決めるのがビジョンになります。ビジョンを決めるためにまず必要なことは、顧客に対する自分の理想とするビジネスマン像とは何か、そのビジネスマン像に近づくためにやっていいこととダメなことは何か、この2つを決めることです。あとはその決めた2つの基準で判断し続けること。注意してほしいのは、相手によってその判断基準を変えないということです。このビジョンがブレると顧客も仲間たちも迷ってしまい、あなたについていかなくなります。さて今回はすげえなと思う人の行動特徴について、特に優先順位の高い3つについてお伝えしてきました。1、レスが早い。こちらのポイントは優先順位の付け方です。2、提案たくさん。こちらは具体的に提案する癖をつけるです。3、ビジョンが明確。やっていいこととダメなことを決めるということです。今日から皆さんもこの3点について特に意識しながら仕事と向き合ってみてはいかがでしょうか。当チャンネルでは仕事をもっとワクワクさせるをテーマに、ビジネススキルを高める情報を平日は毎日配信しています。まだチャンネル登録が済んでない方は、周りの人と差ができる前に、ぜひ今すぐチャンネル登録をよろしくお願いします。